はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ダンススタジオマルインストラクターのかすみです。イエーイ。はい、今回も早速レクチャーしていくんですけど、レクチャーの曲を発表したいと思います。今回のレクチャーの曲はこちら。チョユーリーのクラッシー。こちらの曲をレクチャーしていきたいと思います。イエーイ。はい、こちらの曲なんですけど、アイズワン出身のチョユリのソロデビュー曲、はい、最近出たばっかりの新曲、私がちょっと踊ってみたいっていう気持ちがあったので、覚えつつちょっとみんなにも踊れるようにレクチャーしてみようかなと思ってこの曲にしました。はい、爽やかですごいちょっと大人っぽい振り付けもあって、あとメロディーがすごい耳に残って、あの真似しやすい振り付けとかもあるので、ぜひそこをポイントで押さえつつレクチャーしていきたいと思います。はい、それではレクチャーに行きましょう。はい、今回はチョユリのグロッシーのサビの少し、1番のサビの少し前からサビの終わりまでをレクチャーしていきたいと思います。はい、ではまず早速サビの前の部分、ゆっくりカウントでやってみます。5、6、7、8 1、2、and 3 4、and 5 6、7、8 1、2、3 4、5 6、7、8、はい、この部分をまず細かくレクチャーしていきたいと思います。じゃあまずはじめに足ジャンプで開きながら左に腰アップします。アップしながら手を前で重ねた状態で左の方に斜めにすくい上げる感じ。やってみると5、6、7、8、1、2。来たら重心を左に移しながら1、2、and 3。手を肘中心に and 3で回しながら投げます。 and 3。反対の手は腰に置いておくような感じで and 3。ここから1、2、3、4まで来たらグーで握りながら4、5、左右4、5したら口頭タッチします。タンタン、はい、タンタンしながらちょっと最後にアップしてあげて、口頭で外に払いながら、払いながら右から腰を回します。回してここまで来たら右足出しながら顔の周りを左手で、ね、こう触る感じ、触らないですけどこう顔に沿ってシュッっていく感じしながら腰を右に回します。ブン、え、来たら今度指が1本指になりながらタッチ、タッチしたら肩をタッチするような感じで、あ、上に上げて最後右足寄せながら前にダウン、はい、手をこういう風に前で重ねてちょっと可愛い感じ、可愛い感じ作って前にダウン。ここまでもう一回ゆっくりやっていきます。最初は5、6、7、8ゆっくりすくい上げて重心左に行きながら円回すからの手を肩肩口頭の時にあって、外に払いながら回す、円重心が肩で左に行ったら右足出しながらすくって円肩タッチ前にダウン。ポイントとしてはここを回すのをトントン、1回目回すのを早く、ここからパッツーエンスティーエンスティーが早く4、5、6、ここが連続、タン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 、はー、ゆっくりで視線残しながら視線が左に倒れている状態でタラーラーすくってあげたら、視線と一緒に指が行きながらタン持ち上げ
ができたら今度サビの部分、サビの半分ゆっくりカウントでやっていきます。5、6、7、8、1、2、3、4、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 5、6、7、8。ここまでをゆっくり説明していきます。最初、まず最初前にダウンした状態、サビの前にダウンした状態からまず上に投げて、そのまま広げて、え、そこに引きます。7、8、1、2。ここから握りながら3、ちょっと巻き込むような感じで握ってあげて3、4。体にこう巻きつけるような感じで1回4で、足も一緒に投げて、したら横に向きながら体勢はこれになります。右の手の指が口に、で、足が投げたらタンタンタン、重心がちょっと前に行きながらタンタンタン押してあげて、後ろに行きながらタンタンタン、はい、これが正面見て見てみると、投げたらこのままついたらタンタンタン、後ろに行きながらタンタンタン、はい、前に1、2、3、後ろに1、2、3しながら肩も一緒に動かしてあげるといい感じになります。タン、骨盤をこう、骨盤と肩を引き寄せるような感じで1、2、3、1、2、3っていう感じでいきます。投げてから、ここから、ついたら1、2、3、前、1、2、3、後ろ、ここまで来たら、7、8来たら1、2、3、4、5、6、7、8。ここなんですけど、ここから前に向いてる状態から足開いたら骨盤をゆっくり右に乗せながらたーらたーら寄せてトントンになります。これしながら手の甲をくっつけながら右の骨盤左胸持ってきたら、手をパーの状態から持ってきて、手指と人差し指と指つけた状態で持ってきてトントン、ちょっとバランスが残る感じで、最後右肩プッシュ、はい、したら左手を寝かせてタラタラ、ちょっとこう開き目ながら指をきれいに使って、はい、ここに行きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。ポイントはここをゆっくり、手をどんどんって固く持ってくるよりもゆっくり持ってきて、骨盤移動しながらゆっくり斜めにゆっくり、ここから顔の上を取って、で、作りながらどんどん、自分で無理やりボンボンバースするよりも軽くこう余韻が残る感じでトントン残してあげて、で、肩からタラララから、セブンへ来たら続きます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。ここまで来たら、セブン、エイ来たら、前に、ふーっと、ウェーブしながら、こういう感じで、前に、後ろにっていう感じで、ウェーブしながら、手を前と斜め上で、握りながら引っ張ります。セブン、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー来たら、右足開きながら、引いて、お、手を、横に開きながら回ります。お、
5、6、到着したら7、8、これは下にダウン2回なります。あんまり強くなくて、これもちょっと弾むような感じでプッシュしながらトントン回るときに、ポイントは引いたら回るときに右手を肩を引いて、右手を引っ張りながらツンチャトントンってやってあげると素早く回れます。これ回ったときに右から右左トントンになります。はい、ここまでゆっくりやると 5、6、7、8、 ゆっくりウェーブ1、2、3、4回る5、6、7、8来たら外に1、2、3、4外を足に足を外に蹴る感じでシュッ左で右、体も一緒に左右浮きながら、手が最初手のひら上でスッ、今度顔に沿って反対になります。手の方が上になります。スッ、このまま払ったら右手つけてあげて、ふうダウンして開きます。開いた時にここから手をパ重ねてあげる感じで、でここまで来たら重心が右に行きながら首を右にターンエンターン2回、ダウンとともにふうエンふう来たらアップで、今度手を縦に持ってきます。顔の横に縦に持ってきて、その時に軽く左足寄せてあげるとやりやすいです。寄せてあげて、最後完全に右足寄せながら寄せてきて、これ手がここを顔の下から左に寄せて、右手が顔のところ、左手が前に持ってきます。ここからタラタラレイ。はい、ここまでもう一回ゆっくりカウントできます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、ここまで来たら最後のサグラムをまずカウントでやってみます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、この部分をゆっくり解説していきます。まずここを最後に終わった部分から右足出しながら腰を右側から回します。では脇からしっかりこう刺すような感じで、ここから1、2、3、4カウント使ってますので、一発でいかないようにゆっくり1、2、3、4まで来たら4、5、6、7、8、これが手を右側に手首でこうやってかけてあげてから、チャ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 2回2段階で引っ張りながら、チャタラーラ左側に行って、左側からタッチタッチ2回タッチタッチしながら右に戻ります。そしたら着いたら最後肩、右肩を前にプッシュ、ここまで迎えると、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、来たら次の部分が1、2、これが足後ろ前蹴りながら、チャチャ手も斜め斜めしながら、チャチャしながら足をスライドで自分の方に寄せてきます。その時にチャチャ手を後ろから回す、自分の方回してきたら、今度
外に回す。外に回して斜めにタッチしながら右足蹴って右足蹴って、左足もジャンプしながら左の方に蹴って進む蹴って進むに歩進みます。ここまで来たら回して円タッチ円来たら足をジャンプで開きながらワンツー、左の方に倒してバウンスを起こす感じでワンツー円スリー、これがダウンダウンステップ円、ここがダウンダウン左右っていう感じで、こっちにステップでずれながらダウンダウンチャッチャッ、では上でかけてすぐ右手を下ろします。ワン、ツー、エン、スリー、バウンス残った状態からフォーエン、頭の上回しながら腰回してフォーエン、ファイブ、またさっきと同じ動き、シック、セブン、チャッチャッ、ちょっとカウント違いました、もう一回やるとセブン、エイ、ワン、ツー、エン、スリー、フォーエン、ファイブ、シック、エン、セブン、終わったら今度は肩なくて肩打つのなくて前にエイエイトを横にタッチしながら引いてエイトワンツー前に進みながら今度前から手を引っ張ってくる感じでタラン、はい、ちょっとだけ右肩使ってフッ打ってあげながら手を引いてきて、で後ろに右足から下がってタッチタララ、これが手をこう組んだ状態で腰、右、真ん中、最後8で横に向けます。横に向いた時に顔の前に2を作ってここに置いてあげて、ね、後ろに1、2、3、4ゆっくりこう倒れる感じで後ろに1、2、3、4ちょっと寝るような感じゆっくり1、2、3、4前に戻ります。5、6、7前は最初に立てたよりももうちょっと前に押してあげる感じで5、6、7まで来たら8で正面戻ります。ではずっと1、2、3、4、5、6、7、8までなります。ゆっくり無理しなくて大丈夫なので後ろに軽く3、4、5、6、7、最後前に押してあげて、で、方向変えながら8で、終わります。この部分をゆっくりもう一回カウントでやってみます。5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5皆さんお疲れ様でした。イエーイ。今回のレクチャー動画いかがでしたでしょうか。そうですね、実は、他のレクチャー曲を
本当は撮ろうと思ったんですけど、私がこの曲を見てちょっと踊ってみたいなっていうのがあったので、これを撮る前に急遽変更して覚えて、そのままレクチャー曲を撮りました。はい。なのでそうですね、間違ってる部分とかっていうのはないと思うんですけど、そうですね、日本語の説明というか説明がちょっとうまくいってなかったりとか、ちょっと分かりづらいわっていうところがあったらごめんなさい。はい。でもなんかちょっと一緒になんか覚えて踊れたら楽しいかなと思ってこの曲にしてみたので、ぜひ一緒に踊りながら、一緒に覚えながら、そうですね、一緒に覚えながらじゃないや、これを見て覚えながら一緒に踊ってくれたらいいかなと思います。はい。そうですね、発表会の準備が、11月に発表会があるので、発表会の準備があったり、ちょっとね、丸忙しい騒がしいんですけど、はい、どんどん動画はねアップされていくので、また次回の動画でお会いしましょう。はい、それではバイバーイ。